です。12年前のあの日、被災者の命と向き合った石巻赤十字病院。当時何が起きていたのか、当時の映像や証言で振り返ります。これからご覧いただく映像には地震や津波の映像が含まれています。強いストレスを感じたり体調が悪くなったりする方は視聴をお控えください。3月11日午後2時46分、大きな揺れが石巻赤十字病院を襲いました。はい、2時50分災害対策本部設置。地震発生からわずか4分後には会議室に災害対策本部が設置されました。当時災害対策本部の広報班としてビデオカメラで初動を撮影し続けた青木義弘さんです。この揺れは大きそうだなっていうのですぐカメラを持って撮り始めたっていう感じですね。無我夢中というかそういう感じだったと思います。地震発生から57分後には災害医療の最前線となるトリアージエリアの設置と医師の配置が完了しました。医師が患者を選別し治療の優先順位をつけるトリアージ。上田晋作医師は重症者の対応をする赤エリアを担当しました。地震の大きさから発生後すぐに多くの傷病者が運ばれてくることを想定していました。しかし震災発生すぐはですね、患者さんほとんど来なかったんですよ。救命不可能の超重症患者にあたるトリアージレベル黒エリアを担当した看護師の日向園恵さんは当時をこう振り返ります。その日はたくさん来るのかなっていうふうに思ってみんなスタッフ集まってきてこう準備をしていたんですけど、ほとんどというか全然来なかったんです。その運ばれてくる方が。その頃仙台空港を襲う大津波がテレビで繰り返し報道され、ほとんどの職員が知っていましたが、石巻市の被害状況についてはわからなかったといいます。ここは沿岸部から 4.5 キロ離れてますので、津波そのものは見えませんし、ですのでどの程度被害があったのかって情報が入ってこなかった。その後石巻市の沿岸部は津波で壊滅的な被害を受け、医療機関が機能停止になったことが分かりました。夜になると徐々に運ばれてくる患者の数が増加。患者にはある特徴がありました。低体温症がやっぱりトータルで4分の1以上を占めていたかと思います。ただ低体温症というのは津波に流された方々たちですので、そういう方たちが救い出されて運ばれてきたりだとか。それまでの訓練で想定していたのは、阪神・淡路大震災の時のように、住宅の倒壊などによる負傷者、いわゆるクラッシュ症候群の患者でした。ところが多くが、津波に飲まれたり、長時間屋根の上や倒壊した家の中に取り残されたりして、寒さで体温を失った低体温症の患者でした。治療は呼吸や血圧に注意しながらひたすら温めて体温を上げる必要があります。職員たちは病院中の毛布を集めてとにかく患者を温めました。本来災害の現場のトリアージで超重症者である黒と判定された人は病院に運ばれることはありません。病院に搬送されるのは治療によって救える命だけなのです。しかし地震から一夜明けると次々と遺体が運び込まれました。本来想定されているのは黄色とか赤エリアを
で診察をして、まあ、治療してそれでもあの、まあ、助からなかった方っていう形でこうある程度こうエリアをまたいで長なんていうんですかねあのこう来られる方を想定はしていたのでいきなりご遺体という形であの運ばれてくるってことは全く想定はしてなかったんですね。葬儀会社や火葬場も被災していました。日向さんは来る日も来る日も遺体と向き合いました。ご遺体の管理ってももちろん自分たちもしたことがないんですが夜も関係なく、はい、みんなで勤務していました。震災発生から100日間で石巻赤十字病院に搬送された救急患者は1万8000人を超えました。この数字は震災前の3倍です。あれから12年、多くの避難所で環境の悪さを目の当たりにした上田医師。仲間たちと一緒に避難所避難生活学会というのを作ってですね、避難生活の負担などで体調を崩して亡くなる災害関連死を防ぐため、清潔で安全なトイレや温かい食事の提供、雑魚寝防止の環境を発災48時間以内に構築する必要性を訴えています。あの日多くの遺体と向き合った日向さん、震災経験してやっぱ形あるものはなくなってしまうんだなっていうのはすごく感じて、学んだことはあの どんな災害があってもなくならないというか、なんかそんなことも震災を機に考えたというか感じたことではありますかね。災害の最前線で戦った医療従事者、あの日の教訓を刻みます。